あらフリーザが YouTuber デビューどんな動画と。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。53万再生されるまで生配信戦闘いいですね。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。あのいつも乗ってくるあのポットみたいなあの丸いポットみたいなやつ型の巨大プリンを作る。これで今日はプリン作ってみます。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。すごいカメラにすごい近づいて、これは頭でしょうかナスでしょうか。何回も。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。ベジータとのコラボなんですけど、汚ねえ花火、下から見るか横から見るか。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。このセリフフリーザオアレッシュ。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。チャーラーヘッチャラーって言ったの他人の家のエアコン持って帰る。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。戦ってみたっていう動画のタイトルをなんか強いようで挟んでる。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。今日はですね、尻尾が何センチアナルに入るかやってみたいと思います。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。検証、影山博信は溶けた氷の中に本当に恐竜がいたら玉乗り仕込むかドッキリ。今から言われてます。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。フリーザの頭のあの紫のツルツルしてる部分にタトゥーを入れてみた。すごい、でもかっこいいよ。恋したんかな、なんかそんないいですね。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。とにかく再生数稼ぎたくて、クーラーオワコンコルド大王ってあの親族を煽る動画。内側からねディスっていけば。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。メントスではなくコーラにポイポイカプセル入れてみた。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。鮮度のクリリンでポップコーン作ってみた。鮮度のクリリン。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。自分の尻尾チュパチュパ舐めてみた。内側から巻いてきてる。すごいな。横とかじゃない。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。第三形態と第四形態の途中で止まってくれてる。今から完成していきますって。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。フリーザがもう負けないための会議キャス。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。あの天津飯に会いに行こう。そういえばどこにいるんだ。どこに行ったんだろうっていう。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。ゲストでジオンの敏夫くんと呼んで白い顔あるあるを3時間ほど。白ね、顔ね。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。動画のサムネイルが毎回出会い系サイトに登録しているおっさんの自撮りみたいなクオリティ。そここだわらない。フリーザが YouTuber デビューどんな動画。フリーザの頭のツルツルの紫の部分とセルの頭の黒いツルツルの部分、どっちがたくさん爪楊枝が刺さるか選手権。そもそも刺さるんや。やらかいやん。